ビクトリア・エブゲーニエウナ・ボルチコワは、ロシアサンクトペテルブルク出身の女性フィギュアスケート選手。2002年ソルトレークシティオリンピック、2006年トリノオリンピック女子シングルロシア代表。身長168センチ。他の表記では、ビクトリア・ボルチコワなど、結婚後の姓はブツァエワ。旧ソビエト連邦のレニングラードで生まれ、6歳の時にスケートを始めた。1997から1998年シーズンにより、国際大会へデビューを果たし、創設されたばかりの ISU ジュニアグランプリに参戦。ISU ジュニアグランプリ2大会で連続優勝し、世界ジュニア選手権では初出場ながら3位となる。翌1998から1999年シーズン、世界ジュニア選手権では2シーズン連続の3位、JGP ファイナルでは優勝する。またシニアクラスの欧州選手権にも出場し、初出場で3位となるなど頭角を現した。1999から2000年シーズンからは、本格的にシニアクラスに転向し、ISU グランプリシリーズに参戦。欧州選手権でも4大会連続で銅メダルを獲得したが、世界選手権でのメダル獲得はならなかった。2002年ソルトレークシティオリンピックに出場したものの、ショートプログラムから出遅れ12位、フリースケーティングでも10位と巻き返せず、総合9位に終わった。翌2002から2003年シーズン、ロシア杯で ISU グランプリシリーズ初優勝を飾り、GP ファイナルで3位となり初表彰台に上り、世界選手権では自己最高の5位入賞を果たすも、このシーズン以降は徐々に下降をたどった。2005から2006年シーズンにはロシア選手権で2位となり、トリノオリンピック女子シングルロシア代表に選出されたが、直前に怪我のため棄権、欠場を発表した。翌2006から2007年シーズンのロシア杯に、出場したものの制裁を書き、同シーズン終了後に引退を発表。現在は所属先のスポーツクラブモスクビッチでコーチをしている。アイスホッケー選手のユーリ・ブツァエフと結婚。2012年には長男が誕生した。女子フィギュアのボルチコワが棄権。2002、2003、ISU グランプリファイナルはフリー演技を2度行った。順位決定方法については1999、2000 ISU グランプリファイナルを参照のこと。ありがとうございます。